はいどうも、トコジェニュータの菊池と申します。さあ今回ですね、昔にあったあるジュニアの番組のご紹介をしたいなと思います。まあ、この番組はですね、結構昔になるんで、まあ、知ってる人からしたらもう懐かしいって気持ちになるかもしれないです。ぜひ最後までご視聴ください。その番組がですね、百式王っていうバラエティ番組になります。もともとの名前は百式っていうね時代があったんですけど、まあ、その百式時代を入れたら2006年から2013年の7年間放送していた番組になります。この百式王にはですね、レギュラーメンバーがいまして、まず V6 の井ノ原くん、いのっちですね、いのっちがメインになります。ほんで現キスマイフット2の藤ヶ谷くん、現 ABCG の戸塚くんで、元平成ジャンプの岡本くんで、今はですね、ジュニアを卒業して演技で活躍している高田翔くん、ほんで今はねジャニーズじゃないんですけど、元ラブトゥーンで、元ヌーンボーイズ、ほんでスノーマンの前身グループミススノーマンにも所属していた真田優馬くん、ほんでこの子もねもうジャニーズじゃないんですけど、現平成ジャンプのヤブヒカコンビが所属していたグループヤーヤーヤーの元メンバー山下翔吾くん、はい、こちらの7人ですね。まあグループの垣根を超えたもう豪華な7人になります。まあ見てわかるようにね、いのっちが先生役で、それ以外が生徒役っていう設定でした。初期の頃はね、このレギュラーメンバーっていうのは固まってなくて、まあ、平成ジャンプのねメンバーが出てたりとか、キスマイのメンバーが出てたりとか、あとは当時無所属ジュニアだった、元ラブトゥーンの安井くん、ほんで現ストーンズの京本大我くんも出演していました。この番組はですね、毎回一つのテーマがあるんですけど、まあ、そのテーマに関する知識を穴埋めのクイズ形式で出題して、出演者がそれを答えていくっていう番組です。まあタイトル通りね、あの知識がつきますし、まあ、ためになる番組でしたね。ほんで回によってはロケに行ったりとか、ほんでこのコーナーが一番好きだったんですけど、ゆるゲーコーナーっていうね、まあ、みんなでわちゃわちゃ遊ぶっていうゲームをするっていうコーナーがありました。この画像はオードリー春日ゲームっていうゲームを行っている画像ですね。ほんで個人的に好きな回っていうのが、このゆるゲーコーナーであった恐怖のドレミゲームっていうね、ゲームを行った回があったんですけど、これがめちゃくちゃ面白いんですよね。個人的にはこれが神回だと思ってます。ぜひね、興味ある方は見てみてください。先ほどの7人のレギュラーメンバーなんですけど、まあ、2010年の初め頃に山下翔吾が退所してしまい、まあ、6人になってしまうんですよね。これ2013年に次は藤ヶ谷くんがレギュラーを卒業するって発表しました。その次の回からはですね、藤ヶ谷くんの代わりに新メンバーが入るっていう発表もしたんですよね。その新メンバーが、現ストーンズの森本慎太郎くんです。それと同時に百式王っていう番組名からモーソリストっていう番組に変わるんですよね。なので最終的なレギュラーメンバーが、いのっち、戸塚くん、森本くん、真田くん、岡本圭人くん、高田翔くん、この6人になります。まあこの百式王はね、まあ、当時僕あの小中学生だったんですけど、もう毎週見てましたね。っていうのも、まあ、今みたいにねジュニアが押される環境じゃなかったんで、このジュニアの冠番組っていうのは本当に珍しかったんですよね。でまたデビュー組の、いのっちとの絡みも見れるっていう、すごい激レアな番組だったと思ってて、まああくまでねこの番組だけのメンバーなんで、まあ、ショークラとか何かジュニアのねコンサートで歌うってことはなかったんですけど、まあこの番組だけでもねこの何人見れて嬉しかったですね。ぜひ懐かしいなと思った方とか、知らなかったよって方はぜひコメントとかで教えてください。本日動画以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いいたします。